モテろ社長。やっとの思い出乗った専門誌コラム。副総長を元気にする中小企業社長。イエー、20人の人枠紹介された我が輩。男張って全開で見え張って取材を受けたはいいけれど、俺の写真、写真の俺がどうしようもなくパッとしない。昼休みの休憩室、ジムの女の子ケラケラ、噂をするのを聞いてしまった。我が輩47歳、キラキラパッパ、キラキラパッパ、タラリラサッサ、タラリラサッサ。そんな全国の社長へ掴んだ今、励ましの声が届く。さあ皆さん、じゃあご一緒に、モテろ社長、モテろ社長、モエロ社長、モテロ社長、モテロ社長、モエロ社長。ある日地元テレビの情報番組、お店をぜひ紹介させてください。はい、ぜひ。嬉しい電話を受けた俺様。こうやって親兄弟親戚にもいいプラシー、カメラ目線だって自信あったのに、マイクが口元がマイクに触れた途端パッと真っ白になりました。頭噛みまくりの俺、店のガラス越しにやじ馬がにやり、あざ笑うのも切ってしまった俺様42歳。キラキラパンパン、キラキラパンパン、タラリラサッサ、タラリラサッサ。そんな全国の店長へがきっと今視聴者の声が届く。123モテろ店長、カモン、モテろ店長、モエロ店長、はい、モエロ店長、モテロ店長、モテロ店長、もうエロ店長、エロ店長、イエー。男は見た目ではなく中身だだと、男はオーラトークじゃないんだと。勘違いパッパ、勘違いパッパ、言い訳さっさ、言い訳さっさ、全てのリーダーへ後悔せぬようにと愛の声が届く。さあ皆さんご一緒に、モテロ社長、モテロ社長、モテロ店長、モテロ店長、モテロ会長、モテロ会長、モテロ役員、モテロ役員、モテロ工場長、モテロ工場長、モテロ課長、モテロ課長、モテロ主任、モテロ主任、モテロ新人。さあここから皆さんモテる男でお願いいたします。いくよ、モテる男、モテる男、モエ
つものライブの恒例でございますがですね、この中からお一人出てきていただきまして、ありますね、フレーフレー言うね、それでモテロオトオチャチョー言うて言いますんでね、それでですね、ご協力いただきたい方は毎回ですね、前列に座ってらっしゃる方にご協力いただいております。それでは立ってください。イエーイ。当てる系のセミナーやな。当ててる以上で、あの私が、まずやりますので、あのそれの、100倍ぐらいのテンションコピーしてます。100倍ぐらいの異常のテンション任せます。あ、こうやってフレーフレーっていうのを私の100倍ぐらいのテンションちょっと待ってください、声かけます。皆さん、すみません ね、 あのね、これみんなでやってるから ね、 ね、もうこの人だけ犠牲になったわ、かわいそうやな。そんな風に思ってる人は、ね、どうなるかって言ったら、神様は、ね、次あなたに当てるんですよ。でも当たった方がいいからね、セミナーに、ね、当てられて参加した方が先当てんよ。お前さあ、はい、それではよろしく、あ、お名前言うときます、自己紹介しておきます。大阪から来ました、かわいいと思う。イエーイ。それではいきますよ。それでは河合さんどうぞ。フレーフレー。ありがとう。副総長の社長。ありがとうございました。